知って得するアドバイス、左を向くだけでどんどん痩せていく方法というのを紹介していきます。今回の動画を最後まで見てもらうことで、なぜ左を向くと痩せていくのかということが分かってきます。今回も共有していきます。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、左を向くと痩せていく方法ということで紹介していきます。痩せるために大切なのは食事と運動、これはもちろんですよね。もう一つ大切なのが睡眠です。この睡眠が悪いだけでなかなか痩せることができません。逆に睡眠の質を上げることができれば、どんどん痩せることができるということになります。今よりももっと痩せるスピードを上げたい、そういった方は必ず最後までご視聴ください。実は体の機能というのは左側にあります。心臓ももちろん左側にありますよね。リンパ管も左側が優位にあります。そこで左側を下にして寝ることで、体の機能が向上して睡眠が深くなり、成長ホルモンの分泌が高まり、今よりもより痩せる体ができてきます。そこを深掘りしていきます。実は左側を下に向いて寝ることで、体の毒素や老廃物、病原体をろ過することができます。つまり左側を向いて寝ることで、リンパ系の機能が促進して、体内の老廃物をうまく取り除く機能が向上します。そして心臓というのは左側にありまして、左側を向くことで心臓への血行、心臓からの血行が良くなります。そして空腹で寝ればいいんですけども、もちろん食べて消化が終わってない状態で寝る場合もとても多いと思います。寝てる間に消化ができていないものっていうのは、とってもカロリーを吸収されて、寝ている時に脂肪を蓄積して太ってしまうというふうになります。そこで寝る方向によって消化機能を向上させて、太らないようにする、痩せやすくする方法があります。左向きで寝ることで胃や膵臓の負担を軽減して、消化作用が促進されますので、消化が終わってない状態で寝た場合でもしっかり消化されることができます。逆に右向きで寝た場合、これは逆効果になりますから、消化されずに胃のもたれ、胸焼けなどが翌朝起きやすくなります。ですので左側で寝てください。そして左側で寝ることによって、重力によって大腸から結腸へ便が稼働しやすくなるために、翌朝目覚めた時もですね、排便が自然と促されます。心臓とは別で胃と膵臓も左側に位置してます。ですので右側で寝た場合、膵臓に胃がもたれかかってですね、その機能を低下させてしまいます。ですので左側で寝ることによって、胃液の流れを正常に保ち、膵臓酵素の分泌と食べ物の穏やかな消化を促してくれます。そして最後に、とってもいい影響を受けるのが脾臓です。脾臓はリンパの塊のようなもので、血液中の悪くなった赤血球を壊してくれたり、体内に入ってきた病原体などと戦う抗体を作ってくれたり、新しい血液を貯める働きをしています。正常な消化機能、リンパ機能を守っている臓器、全て左側にあるために、心臓同様に重力に逆らわないように左向きになる。それだけで睡眠時の健康に大きく影響を与えてくれます。ですので今やってることに対して、ただ左向きで寝るだけ、寝てる間もですね、基本的には300カロリーぐらい消費してます。ですが食べてすぐ寝るとか、そういった消化機能や寝ている方向によってはカロリー消費が下がり、カロリーの吸収が良くなり、臓器の機能が低下して痩せるスピードを落としてくれます。ですので、その痩せるスピードを上げるためにはですね、寝る方向をしっかり左側向きというのを心がけて、体をしっかり休まるように、睡眠の質を向上して今よりも簡単に痩せることができる方法ということで、ぜひ取り入れてみてください。ということで今回は左を向くだけで簡単に痩せる方法ということで紹介しました。勉強になった方はよかったらグッドボタンとコメントよろしくお願いいたします。これからも少ない回数、短い時間で効くエクササイズ、今よりももっと痩せやすくなるための知って得するアドバイスというのを紹介していきます。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。